では時間が参りましたので、開会とさせていただきたいと思います。皆様お待たせしました。ただいまから日本の英語を考える会設立記念シンポジウムを始めます。私は当会の設立メンバーの一人で理事をしております楠田智子と申します。よろしくお願いいたします。本日は僭越ながら司会進行を務めさせていただきます。なお議事進行に先立ちまして、いくつかご案内事項がございます。まずマイクですけれども、ミュートでお願いいたします。後半ディスカッションで発言をされる際には、ミュートを開示していただくようにお願いいたします。カメラはオンでお願いをしております。ディスカッションの冒頭で参加者お一人お一人のお名前をご紹介します。その際、お顔を全画面表示にいたしますので、カメラオンにぜひご協力ください。ディスカッション時に発言を希望する方は挙手をお願いします。画面下の詳細をクリックすると手を挙げるというタブが出ますので、そこを押していただければと思います。発言が終わりましたら手を下げるのタブを押してください。質問やコメントはチャット機能もぜひお使いください。では次のスライドをお願いします。はい、それでは早速ですが、本日のシンポジウムを進めてまいりたいと思います。私たち日本の英語を考える会の発足の経緯や成り立ちは後ほど会長の鶴田からお話しさせていただきますが、今年の春に自然発生的に会が発足しまして、10月にノートブログを立ち上げて以来、私たちの想像をはるかに上回る反響がありました。わずか2月余りの間に朝日新聞天星人号をはじめとする日本の主要紙やイギリスのザ・ガーディアンにも取り上げられ、その後ラジオやテレビからも取材が入っております。またザ・ガーディアンから波及して海外からの関心も高く、イギリスの英語教材にも取り上げられ、在外の日本大使館勤務の方からは日頃のご苦労や葛藤を訴えるメールも頂戴しました。これだけ多くの関心を寄せていただいたことに、私どもも大変に意を強くしまして、本日のシンポジウムとなりました。短い時間ではありますが、有意義な場とすることができればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは講演に移ります。まず最初は、日本の英語への私の提言、北九州市立大学のロッシェル・カップ教授です。日頃から日本のおかしな英語について、ツイッターやメディアを通じて多くの提言をされております。では、ご講演よろしくお願いします。ありがとうございます。今日皆さんのために話すことができて、とても光栄に思っております。ぜひよろしくお願いいたします。ちょっとスクリーンシェアをしますので、少々お待ちください。はい。そして、まあ、私は日本に住んでいる外国人なんですけれども、私の目には、もういろんな日本のちょっと正しくない英語は映ってて、もういろいろ気づいたら、ちょっと Twitter でつぶやくようにして、いろんなフォロワーから反響があって、それを Twitter でシリーズにして泣いちゃう英語というハッシュタグもつけてしまいました。まあでもなんか本当に気づくようになると、あちらこちらにちょっと変な英語が多いというような感じで、まあ、その背景、そしてそれに関する私のコメントと提案を述べたいと思います。まずは、こんなにたくさんの英語を我々の周りにあるのは、実は過去と比べてかなり違う状況です。ちょうど私の大学の時に初めて来日した時には、英語の表記はほとんどなかったので、いろいろ戸惑うことがたくさんありました。まあ、最初来日したのは京都で企業研修しましたので、まあ、京都は観光客の多い町なのに、その時代英語で書かれているものはほとんどなくて、
まあ、いつも友人やホームステイファミリーや勤務先の方に頼る必要があって、そういった状況が非常に難しかったんですね。そしてその後90年代母を日本に連れてて一緒にいろいろ見物したりと、もうほとんど同じような感じで彼女は私に非常に頼ったという状況でした。だから最近はかなり状況が変わってきて、私の目から見れば展開点は2002年のワールドカップ、その時にたくさんの観光客が日本に来るというきっかけになって、その準備として努力していろんな英語をいろんなところにつけるという動きが始まって、その後日本は外国からの観光客を迎えることが、まあ、ますます増加して、それも国の政策の一つとして奨励されてますし、まあ、今回はオリンピックの準備もありますし、だいながら日本に住んでいる外国人の数も増えてますので、日常生活の面で英語が助かるという方の数も多くなっていると言えます。ですからこんなにたくさんの英語が今提供されていることは非常にありがたいことです。それはまず強調しなければならないところだと思います。でありながらちょっと笑ってしまうものもあって、まあ、ここで私のツイートの抜粋をシェアしますけれども、まあ、ちょっと読んだらこれが面白いじゃないかというものが出てきたり、Please use so that the toilet is not boring ということはちょっと直訳しすぎるものじゃないし、もうカツウェイトとかはあまり食べたくないでしょうね。あるいはファックスを本当に食べるかっていうようなことは、いろいろそうこのようなものがちょっと目につきますね。見ると。あるいは、まあ、この左の方を見たときには、あれなんでというふうに思ってて、It is not yours, thank you. というのは、すごくこの袋から叱られてるような感じになって、それちょっと驚きますね。あるいは、make your hair moisture は、まあ、ちょっと変で、まあ、なんか髪の毛をモイスチャーに変えたくないっていうような感じ。いろいろ、まあ、こういうのは代表的ですけれども、でも見るほど、こういうものは実はかなり多いという状態ですね。でも、まあ、これがちょっと笑うようなものなんですけれども、実は、迷ってしまうものもあります。それが最大の問題なのではないかと思います。おかしいな英語から悪いイメージを与えるという問題はもちろんありますけれども、英語をつけるときには何か重要なメッセージを伝える目的ですけど、変な英語だったらそのメッセージを伝えられないし、場合には見る人が誤解してしまって、違った、まあ、望ましいと思われる行動と違ったものをしてしまうことが起こります。実は私は最近見て、ちょっと私が迷ってしまったものがありましたので、それを皆さんにシェアします。まずはちょうど先日、私がちょっと非常に大きくて重い荷物を持って新幹線に乗ったということがありました。そして新幹線降りたら、もうこんな重いカバンでどうやってまあ、ホームから入り口のフロアまでに下がるかということを迷ってて、ちょっとすぐそばにはエスカレーター見当たらなかったので、あ、そこにはエレベーターだ。そしてエレベーターに近づいたら、この看板がありました。まあ、まずはビジネスユースオンリーは何だろうでも見たら、まあ業務用は分かりました。そして私はその時非常に疲れてて、それにまあ日本語を読めるけどやはり英語ネイティブなので最初に目に入るのは英語の方ですね。ですから Please use the elevator behind と書いてあります。あ、このエレベーターの後ろ側にまた別のエレベーターがあってそれを利用できるだろうと思って、ちょっと日本語を見ずに英語だけを見て、
重いものを持ちながらもう、ま、回ってて後ろ行くと何も他のエレベーターがないってことを気づいて、あ、ちょっと日本語の方読めばよかったと思って戻ってみたら、あ、私が今立ってる位置の後ろにあるだろうと思って、そうするともう逆向きになって見つけることができましたけれども、英語だけを見たら完全に迷ってしまったということがありました。そしてミキの方は最近泊まったホテルのロビーにはこの箱があって、これももちろん日本語を読めるけど英語の方はパッと目に入ってて、なんか Guests with remaining charges please drop please drop in ということで、でもなんかキードロップとドロップインまあ、はちょっとあって、ちょっと最初見たときには、へと思って、もう一度しっかりと日本語を読むことにしました。でも、英語しか読めない人だったら、これはちょっと誤解するのではないかと思いますね。それになんか、フロントにドロップインするのではなくて、ストップバイの方が良いのではないかと思いますね。ですから、ちょっと言い方として、ちょっと、語訳でもありますけれども、でも特にドロップは2つのところにあって、なんだろうとちょっと思ってしまったんですね。ですから本当に迷ってしまう客もいるかもしれないので、もう guest with remaining charges で鍵をこの箱に入れてしまう方もいるのではないかと思いますね。まあ、これは2つの、まあ、非常に単純な例だけなんですけれども、ちょっと英語を読んで、迷ってしまうというようなことになってしまえば、まあ、それはまさに逆効果じゃないかと思いますので、それは私は最大心配している状況です。まあ、いろんな泣いちゃう英語を見て、考えたらいろんな種類がありますので、分類してみました。そして分類して各分類に例も示します。まずは一つのタイプは単純なスペルミスです。でも場合にはスペルミスになってとんでもない意味になってしまいます。まあミートは間違ったミート。でも右の方はポーンになってしまったのはまあポーンのはずだったんですけれども、二つだけ文字が違ったら意味が全然違うので、もう少し気をつけていただきたいと思うようなことがありますね。そして単純な文法の間違いの場合もあって、まあ、こういうようなものだったら意味が通じるけど、ちょっと格好悪いと感じますね。いつも私はこんなものを見ると、なんか破壊ペンで訂正したくなるんですね。でもこんな文法の間違いを なんでどなたかチェックしてもらわないかと思ってしまいますね。書いた人が自分の文法録音に非常に自信を持ってたかもしれませんけれども、ちょっと残念な結果になってしまったんですね。特にこの Dean and Locke の右の方は、毎回大学へ通うときにこの看板の前に立ってて、毎回見るとAnn をつけましょう。毎回感じてしまって、すごく頭痛の谷になってます。頭痛のというか、いろいろ立ちの谷になってます、あれは。そして、短い日本語を短い英語にしてしまう時から発生する問題は少なくないんですね。まあ、during cleaning、まあ、と、please go with care to footwear。まあ、それは、まあ、よく想像すれば意味取れるかもしれませんけれども、その短い日本語をなんかそのまま訳されたっていう感じで、でも英語ネイティブから見れば何が分かりやすい表現なのかは考慮されてないんですね。そしてもっともっと誤解されやすいのはこの右の方の例で、この看板では英語と日本語を切り替えて表示されましたけれども、日本語の方は通過
だから通過 equals passage。でもまあそれがまあ正しい訳とは思わないし、なんか passage だけではどういう意味なのか、あの取れる人はほとんどないと思いますね。特にまああのそれも国よりますけれども、アメリカ人だったら電車に乗ることは何も慣れてないので、通過する電車は何なのかちょっと想像しない人もいるかもしれません。ですから要するに何その文化的な背景があるかどうかという問題もあるわけですね。あのですから train does not stop at this station のような文章の方が分かりやすいと思いますね。ですから本当に読む人 の視点で考えることは残念ながら足りない例ですね、この2つは。Oops、 ごめんなさい。そして泣いちゃう英語の中には明らかに機械翻訳が使われていたものがあって、とんでもないあの訳になってしまうことは残念ながらよくあります。まあ、あの明らかに機械翻訳が使われただけではなくて、そのままコピペイされたというような感じですね。ですから左の方はもう文章になってないんですね。そしてあのこの、まあ、名詞があの並べただけで、その名詞の間の関係はなかなか想像しにくいあのところがあると思いますね。ですから本当に見る人にメッセージがうまく伝わらないと思いますね。そしてあの右の方はパーシングの問題ですね。それを見てちょっと笑ってしまいますね。まあ、上司大、まあ、あのか、まあ、あのそのどこで背の引くかということはちょっと機会が分からないわけですね。ですからこういうようなものはあの機械翻訳使ってて、でも結果をチェックしなかったあのということが言えるんですね。そして、まあ、機械翻訳の例をもっと長い例もあの入れておきましたけれども、左の方は、まあ、あの先日あの、東京ストックエクスチェンジで、なんかシステムの問題があって、しばらく取引が停止されたとき、その時のニュースが あの、まあ、ある人、まあ、これが実はあのジャーナリストですけれども、ジャーナリストがこれをあの、まあ、そのままあの絵を、あのまあ、絵というかあの画像をちょっと保存してアップしました、Twitter に。そうすると、もう明らかにどなたかが機械翻訳を使ってて、もうすごく分かりやすい、あの分かりにくい文章になってますね。例えば、In the previous, the Tokyo Stock Exchange announcement とか、The restoration is currently undecided. もう undecided というわけじゃなくて、まあ、見てというはずだったんですけど、まあ、これを読むと何がもともとの日本語だったのか想像できるんですけれども、あの、まあ、本当になんかそのまま機械で翻訳されたものを出すのは、ちょっと取引上として恥ずかしいじゃないかと思いますね。非常にあの、まあ、あの見た目が非常に、まあ、イメージ的に悪いということですね。そして右の方は Twitter であるジャーナリストのツイートへのリプライの中で、そのテーマについて取材したいというマスコミの人が言って、まあ、これはあの要するにあのこのジャーナリストはアメリカ人のジャーナリストで、日本語を入れて、その後英語も入れた。もう念のために英語にも言いましょうという感じで。でもそうすると、もともとの日本語と英語を比較できて、でも日本語の方はあまりにも 質が低くて、でもどなたかがわざとそんな英語を書くことは想像しにくいので、まあ、雰囲気として機械翻訳っぽいだったんですね。でも機械翻訳から出てきたものをそのままそちらにペーストして、本当にあの恥ずかしいような感じのものになってしまいました。ですから、まあ、機械翻訳は正しく使えばいいんですけれども、
正しく使わないと、まあ、いろんな問題がありますね。でも、まあ、機械翻訳の特徴を言いますと、まずは、まあ、英語でよく言うように、garbage in, garbage out。要するに、機械翻訳に入れる文章がきれいに書かれていないと、出てくるものはきれいじゃないんですね。要するに、機械はいろんなことを想像できないので、もらった文章をそのまま訳しますので、もらったものには分かりにくい部分があったり、あるいは曖昧なものがあったりすると、なかなか翻訳しにくいということがありますね。そういった特徴があって、特に日本語の場合は曖昧な部分が多い。まあ、行名の間を読む部分とか、阿吽の呼吸とか、一心伝心とか、そういった部分が、でなかなか翻訳しにくいっていうのがありますね。人間の翻訳者だったらそういった前後を入れたり、産物が分かりやすいかどうかをいろいろ考えられますけれども、コンピューターはそれはなかなか考えにくいということもあるわけですね。まあ、最近は機械翻訳はかなり進化して、DeepL というもの、は、まあ、DeepL か DeepL、まあ、DeepL と呼ばれてるかもしれないけど、それがかなり注目されてて、それは特に英語から日本語を訳すると、非常に自然な日本語が出てきて、非常に魅力的です。しかし、それにしても完全にそれに頼るのは危険だということを最近見つけました。どういったことがあったかというと、大学の同僚が重要なメモがあって誤解がないように念のために日本語訳も用意したいという希望があって、でもその予算がなかなかないという状況でした。そして彼女が DeepL を使って文章の日本語訳を作って、私はその日本語をチェックすることをボランティアしました。そして実は私は DeepL の翻訳の産物を深く見たことは初めてだったんですが、最初は非常に感心して、本当にきれいに訳しているということだったんですね。しかしチェックすると、実は訳されなかった部分もあったり、あるいは間違って訳された部分もあります。もうおそらく全体の 10% ぐらいは間違ってました。でもその 10% は非常に重要な部分で、そのままの翻訳にしてしまったら、読んだ方が逆の意味を取れたはずですので、いろんな誤解を生んだはずですね。ですから私が、まあ、英語と日本語を見て、ちょっと比較して日本語を直しましたけれども、私がそれを、その役割を果たすことはできなかったら、とんでもない誤解が起きた可能性がありますので、とても滑らかな翻訳に騙されてしまうということもありますので、機械翻訳がどのにきれいに出てても、どなたかがチェックすることは非常に重要だということを、まあ、強調する経験だったんです。そして、泣いちゃう英語のまたの種類として、カタカナがそのままローマ字になったというものがあって、まあいろいろ日本語の中には英語の言葉がカタカナとして入ってて、でも日本語になったら英語での意味の英語での意味と日本語における意味がずれてしまうものがあります。さあ、左の方はそのような現象の例で、日本語では、ピックアップは、まあ、拾う、あるいは選択という意味ですね。まあ、英語にはその意味がありますが、もう一つの意味としては、ナンパという意味があります。だから私がこれを見て、ピックアップステーションを見たら、ナンパステーションのように、なんかナンパする場所のように映ってて、へえと思ったんですね。ですから、まあ、ネイティブスピーカーはそういったようなところに敏感なので、ネイティブスピーカーに聞かないと知らないところがあるかもしれませんけれども、ちょっとこれを見たときにはちょっと悪い印象を受けました。そして、日本語に入っているカタカナのもう一つの特徴として、発音しやすいように省略されることがあります。
そのため日本語にサンドイッチがサンドになっていることが多いんです。しかしそのサンドをローマ字にして SAND をすると砂の意味になります。もうグラノーラチョコ、ツナはあまり美味しそうに思えないわけですね。ですからそういったようなカタカナの利用、まあそのまままた英語にしてしまう、ローマ字にしてしまうのはちょっと危険性が伴うという意識が必要だと思います。そして日本的な感覚で広告用に作られた文章も時々目立ちます。まあ、対象者は日本人かもしれないけど、日本英語ネイティブの目にも入るのでちょっと問題があるわけですね。だいながら英語ネイティブだけが問題じゃなくて、実は左の方、どなたがこの例を見つけたかというと、私の会社で働いてる方の10歳のお嬢様、そしてこの、リサさんということですけど、リサちゃんが一生懸命英語を勉強している子供です。そして彼女がお母さんと一緒に行動して、この広告を見たら、これが正しくない。Get ready for the next にすればいいはずなのにと、お母さんに文句言いました。ですから、まずは10歳の子供でもこれが間違ってるってことを見られるものだったら問題だということは明らかだと思いますし、それに一生懸命日本人の子供が英語を勉強してますので、もうおかしな英語をいろんなところに置くと彼らの勉強を邪魔してしまう効果もありますね。それも本当に私は気になりますね。そしてリサちゃんにまた見つけたら私はまたツイッターに置きますので、また探してください。彼女に宿題として与えました。そして右の方は私が見た広告で、もう日本語でチャレンジが挑戦と同じ意味で使われてて、英語にはその意味もありますけれども、でも前後によって意味が変わってきて、 We challenge Japan, We challenge world、 なんか challenge someone to something はもう喧嘩しましょうみたいな感じですので、日本と喧嘩します、世界と喧嘩しますみたいな感じになってて、ちょっとおかしいですね。そして日本的な感覚で英語の言葉を並べて商品のネーミング、あるいはビルのネーミングなどが例として非常に多いんですけれども、この左の方はもうその柱文字が英語で汚い言葉になってしまっているという例で、本当にどなたかがわざとしたんじゃないかと思うほどのひどいミスで、そして右の方は なぜエクスコートという言葉を選んだか分かりませんけれども、実は英語でエスコートはなんか炎上交際みたいな感じで、非常に雰囲気が悪い言葉で、せっかくの高級住宅なのになんでその言葉を使うのかと思ってしまいます。とは言いながら、実は時々日本的な感覚で英語の言葉を並べて商品ネーミングをして非常にうまいものが出てくるので、完全にこれを禁止するということを言いたくないので、良い例を示します。これをパッと見た時には、あ、この名前を作った人は頭良かったですね。まあ、ブラはなんかブラジルですね。そしてジェネックは英語のフォトジェネック、要するに写真の写りがいい。要するにブラジェネックだったら、このブラを着ると自分が写真ができるほど綺麗になるということはパッとわかるネーミングで、あ、すごく上手だと思ったんですね。ですからすごく成功する場合もあって、そのクリエイティビティを禁止したくないんですね。でもまずはちょっと念のために誰かチェックしてもらった方がいいですね。そして最後に登録して訳したんですけど、
でも翻訳が非常に下手で、実は意味が読み取りにくい。ですから効果的な訳になってない場合もありますね。ですからこれが残念という場合ですね。まあ、この両方見ると、機械翻訳っぽくじゃなくて、どなたかが努力して訳したんですけど、でも残念ながらちょっとうまくできなかったという、そういった例もありますね。まあ対策として、まあ、先ほど言いましたように、機械翻訳も差別的に利用することを止めた方がいいですね。まあ、日本語は特に機械翻訳はうまく訳せないところが多いですね。まあ、人間の翻訳者はすごく重要で、そしてネイティブチェックを入れた方が安全だと思います。まあ、日本に住んでいる外国人の数が増えましたので、探せばネイティブチェックできる方を見つけられるはずだと思います。そして、まあ、時々私はこういった例をツイッターに入れると、日本人のバカにしているじゃないかとか、マウントしているじゃないかとか、上から目線とかと言われてしまうことが時々あります。全然そのつもりがなくて、まあ、最初そういった例をアップした理由は、もうそこからいろいろ文法的な教訓があったりとか、なんかそれを英語で言うと、learning moment になると思ったんですけれども、まあ、ですから、笑っちゃう英語にしたかったんですね。もうバカにするのは目的だったら、笑っちゃうと言ったはずですね。でも、泣いちゃうというのは、まあ、時々あまりにもおかしくて、笑いで泣いちゃうこともあるかもしれないけど、でも、なんか人が見て迷ってしまったりとか、場合には何かトラブルが起きたりする可能性までもありますので、本当に悲しいということで泣いちゃうという方が適切なのではないかと思いますね。何かせっかく伝えたいものが伝わらないのは何よりも残念だと思いますからね。ですから、まあ、英語はコミュニケーションとしての重要なツールで、日本で基礎教育の中に英語が入ってて、日本人がみんなある程度英語力を持ってるわけですね。まあ、これは本当に素晴らしいで、世界とのコミュニケーションの非常に良い基礎になります。でもその基礎の上に、まあ、人間の翻訳者とネイティブチェックする人の助けをつけたら、みんなで協力して、より良いコミュニケーションを達成できるのではないかと思います。ですから、まあ、こういったことに関してみんなの意識がより高くなって、みんなが一緒に協力して努力すれば、随分とうまくなるのではないかと思います。まあ、一応それは私の方からちょっと言っておきたかったことです。ミュートになってます。失礼しました。ミュートになってました。ロシェルカップさん、ありがとうございました。非常に豊富な事例で、大変興味深いお話だったと思います。ありがとうございました。それでは次は、東海の鶴田会長から、日本の英語を共に考えようの講演でございます。鶴田会長、お願いいたします。はい。ご紹介いただきました。